アジアの岡山とカターレ富山、ともに J 参入6シーズン目を迎え、大きな飛躍を狙う両チームの開幕戦。白崎と苔口に新加入の中島を加えたトライアングルで攻める富山。決定機とはなりませんが、序盤からいいリズムを作ります。対する岡山は19分、瀬能のスルーパスに林、水谷に阻まれますがチャンスを作ると、その後は一進一退の攻防に。36分には富山、中島翔也。岡山も43分、押し谷のクロスに瀬能。しかし両チームともチャンスを生かせず、前半はスコアレスのまま終了。後半先に仕掛けたのは富山。前半から攻撃を組み立てる白崎と中島のコンビで岡山ディフェンスを押し込むと、こぼれ球をソヨンドク。シュートは枠を外れますが、アウェーでの岡山戦は3勝2分けと負けたことがない富山がペースをつかみます。76分にはドリブルで独走した白崎。さらに88分には途中出場西川に決定機が訪れますが決められず、 J リーグ同期生対決はスコアレスドローに終わりました。